どうも皆さん、お久しぶりです。アリケンです。どうも皆さん、どうもこんにちは、アリケンと申します。はい、ってことでね、今日の動画はですね、まあ簡単に言うと、私の FNCS いろいろね、いろんな人をねフォーカスして見てきましたけども、ルナペポがなんとこの度 CR に入りました。おめでとうございます。まさかね、フォートナイトで CR がまた選手を取るって思わなかったですね。正直びっくりしたんですけど、はい、CR ルナペポが入ったということで、リザートとかね、ルナペポと仲良くてすごい嬉しそうにしてましたね。はい、今日はですね、今までの FNCS ルナペポを結構見てきたんですよ。やっぱりデュオで最強だったんで、あの2人は。なので、まあその FNCS のルナペポ集っていうのを今日はね、作ってみました。はい、過去の動画で一番ルナペポが強いところをギュッとした動画です今日は。はい、なのでね、CR に入ってルナペポってどんな人なんだろうって思ってる人も多分ね、これを見れば FNCS でどういうね、業績を今まで作ってきたか、まあ多分分かると思います。はい、あの二人本当に強いです。半年前とか、あのデュオ誰が勝てんねんみたいな感じになってたんで、ルナペポがどう強いかはこの動画を見れば分かると思います。それじゃあ、長ったらしい話もあれなので動画へ行ってください。それじゃあ、キュールナペポおめでとう。ARIKEN、 N は1個、アリケンで入れてね。 ペポとルナがさあいます。さあ、ペポが目の前のミヤオアサトライフルでレーザービーム。さあ、チリチャグをしっかり優先順位高いものから2人で取っていく。これが強いんですよね。移動にも使えるし、ジャンプパッド1枚とアーマードールがまだある。さあ、ペポがワンボックスでしっかり敵を倒して、さあキルをゲット。現在44ポイント。さあ、周りをしっかりワンボックス広げていって、ここは進行役、アイテム取るのはルナに任せる。さあ、アンチ外の敵をルナがしっかり仕留めていく。見えている。あります、ね、さあ、ペポもマジであります。さあ、いいですね。さあ、天井をアーマードールにして、はい、目の前ワンボックス、サブマシンガンでここもキル。これはもう倒しに行く動きで、さあしっかりエイムか建築で囲って、残り 2v2、 残り 2v2、 上にいるのはアルベトドキン。さあ、どっちが勝つ。さあ、1試合目ビクトリーロイヤル取るのはどっちだ。さあ、ルナが上から出てきたところ、ショットガンで撃って、さあ一度アンチ側に出て、さあスパイダーマンで上に行こうとしている。ハイグラを取ったね、これ取り返した。さあ、ハイグラが変わって上から撃ち下ろすだけ。さあ、ペポが降りてストライドに射線通して、いや、なすぎる。さあ、ペポルナがまだ生き残っている。いいぞ。さあ、現在134、これ1位じゃない今かな。いや、シャモキーたちが135だね。うん、さあ、いや、同点になったぞ、同点になったぞ。さあ、どっちが、全然ある。さあ、どっちがここから1位に躍り出る。お互い追い越しかになりますね。そうね、スパイダーマン2人とも持ってる。 いや、いいね、いいね。資材もだいぶ温存できるし、しかもこれルナ進行じゃないペポがこんだけ現在持ってるんで、ただルナかもっと持ってなくて、うまい。さあ、キロと、うわー、シンクが、頑張れシンク、あるよ。さあ、ルナも41。さあ、シンク、さあ、これはシンクを倒しにいっている。さあ、ローグラでしっかりとワンボックスやって、キルポもしっかり狙っている。さあ、いつまででも攻めの姿勢を崩さない。さあ、ペポからオーグラでファイヤーが逃げてる間、上ではボットとマイスターがシフォンを追い詰めている。さあ、マイスターシフォンを倒せるか。さあ、上ではドッキンさんとアルビドさんが覗いている。上とローがワンチャンされて、うまい、やばい、やばい、やばい、これに来たらペポのカバー入ってるよ。ペコのカバー、いや、うますぎ、ね、この連携、この連携うますぎ、これはいいですね。いや、この連携うまいわ。さあ、目の前に逃げ遅れたファイヤー。さあ、これはルナと、ここでさあ倒しに行く。さあ、ファイヤーの資材が欲しいね。そうですね、ローを倒したいですね。さあ、目の前進んでいってファイヤーが逃げてるところに、さあ突っ込んでいきたいが、さあ残り資材がない。さあ、目の前にはファイヤー。さあ、気づいていないルナ。さあ、ルナペコ8キルしてるぞ、152ポイント。さあ、目の前しっかりペポが落として、さあ逃げ遅れてるファイヤー、ワンボックス。さあ、ファイヤーまだ逃げる。さあ、上からアルベトとドキンが落ちてくる。ファイヤーを倒して残り 2v2、 本日2回目のビクロイあるか。回復勝負にはなんなそうですね、戦いそうです。うわ、うますぎ。そしてルナがかき入れてる間、ペポの資材がなくなってしまった。さあ、ドキンさんがペポを追い詰めてる中、上からしっかり射線通して、いやー、ルナが一人で生き残っている。さあ、残り資材は11枚。さあ、11ポイント稼いでるぞ。さあ、現在総合1位のルナ一人でキャリーしてる、こいつ。さあ、弾は500発あるが、さ
さあここはローグラに行って、さあ目の前の敵を落としていく。さあ後ろにもいるの気づいている。来た、一人落として11ポイントとキルする。そして資材もちょっと増える。さあ上からの圧がしんどい。これは下に行くしかない。うわー、だけど3位まで持っていった。生き残っている1位のチーム、止まることを知らない。これはもうまた1キル、また1キルとキルを重ねていく。さあラギスたちをボコボコにしてるぞ。強すぎだろ。さあメイシーが逃げているが、これはうわー、機材がない。倒しきっていく。さあ下にはペポもいる。さあ横から、おっと、うわ、なんでだよ、なんでだよ、死なね、なんでなんだよ。お前ら強すぎるって。さあ資材なくなった。いやでもカバーがうまい。さあシャグスも入って、さあ降りてきた。さあ目の前のスイッチ倒すことができるか。さあルナは倒しきって、さあ順位を一つ伸ばしてまだ生きる。さあバイキンさんに倒せるか。さあ右側ユリ降りてきたところ、ええ、うわー惜しい。あー、また1キル取りました。あー、目の前の敵はまたやられました。うわ、ペッパー8個取れちゃったよ。なんでWhy? さあこれ木があるから建築できないね、今の場所わかんないけど。さあもう一度ペッパー食べて、さあ移動していく。さあペポがまた1キル取っている。現在6キルもうこの2人を止める者はいません。なぜこんな強いんだろうな。強すぎる。さあ後ろのさあボットさんも、さあキルが取れはしない。ここさあなんだ、まあ、ロケットランチャーがあるぞ。なんかさあ誰かが車で違う、なんかなんだ。さあ着、うわ、危ない。いやここはさすがにやられていく。やばいらしいです、ルナペポが。まさかたった一人でね、そんな勝てるねえ、そんなわけないよね。さあ残り23パーティー、ここが一体ねどこでやられるか。さあちょっとでも順位を伸ばせばいいところの、さあルナをどこまでキャリーできるか。まあ10位ぐらいまでに入ったらまあ美味しいね。さあ目の前敵がこんにちはした。いやこれは、いやさすがにこれはしんどい。いや周りに敵がいる、これはさすがにしんどいかな。さあ横からこんにちは。さあ目の前のワンボックス入って、サブまで一人持っていったねえ。さあ目の前、さあカッキル入って、さあ物資あさりたい。まさかね。さすがにこっから一人で勝つなんて、残り12人もいる。まさかええー、当たった。まさかね、ここから一人でビッグロイだ。まさかね、いやまさか、そんなまさかねありえないよ。さあ1キロ入って、そんなね一人でなんて嘘だろ。10キル取って
ビクトリーロイヤル。さあルナペポ、先ほどペポが一人でクラッチして1位になりましたが、またヤバいシーンがあるとの噂でルナペポの画面見ていきましょう。さあ目の前に敵がいるの分かっている。さあペポがサブマシンガンで一気に潰していく。さあサブマシンガンルナがまた1キロを取っていく。さあ一人でクラッチした後、今度はやっぱ二人だろと、下がボコボコにされて静かやもんな。さすがに勝ってそうだな。さあサブマシンガンの M が良すぎる。一瞬見えただけで大ダメージがなくなっていきます。さあ残り資材を増やして、さあここはルナが落ちてしまった。さあ下の人間アーマードウォールを使って、さあペポが回復勝負するでしょう。まさかね、まさかね、2回連続でね勝つなんてね。いやそんなアーマードウォールねなんていっぱいやってもね、まさか2回目。もうだって135ポイントでビクロイしたらどうなっちゃうのこれ。さあルナが行ったね下の方に。さあサブマシンガンでボコボコにしてるぞルナが。つえールナもつえー。さあ軽くビクロイしました。さあペポとルナ最強コンビ。おっとワンボックスのカウンター、ビムロを倒したのはペポ。さあペポが最大ダメージを2回も叩き出した。さすがにこれはリムルもやられてしまう。ローグラウンドで歩みを進めるなペポルナ。さあエモートする元気もある。さあルナがデカポを飲んで周りの状況を見ながらフル回復組んで回復していく。残り資材は8枚。横からこんにちは。2名を倒して、さあ資材と物資を回収していくミニポもあるぞ。さあ油断しているナイトルをしっかりペポ見えている。火は透けている。さあ倒して資材がまた増えた。さあ1試合目から11キル。さあ FNCS2 連続で取ってしまうのか。やべえなこいつら。逃げ遅れてるシュンシャンとブユリルを倒して、横から逃げ遅れたフレダーさんも持っていくのかお前。現在13キル目、14キル目。1試合目だぞおい、1試合目だぞ。全部で15キル。1試合目で77ポイント。これ強制終了悪くない。さあそして現在1位のルナペポがまたキルを取っている。さあペポが2キル取っているぞ。さあルナペポアンチ移動はお手の物。さあ残り17パーティー。さあ後ろの敵、いやーさあ危ない。ここはペポに見つかる前に、さあ生き延びたぞ。さあルナペポ後ろから撃たれるが、これねケグがあるんよ。いやそうなんよな、ケグつえ。さあ一気に回復していく。さあ無限回復です。さあしかしアンチ外なのでフル回はできない。さあ後ろをさあ取ってショットガンにしたペポ。さあ目の前、さあ一瞬相まみえたところをショットガンダメージ入れていく。さあ100ポイント超えてしまった。まずい、強すぎる。さあ目の前1段上に登って、さあルナについていく。ミニポを飲んで上のやつサブマシンガン撃っていく。さあ崩して不幸にさせる。さあハイグラ行ってハルキを落とす。え、これ勝つんじゃないこいつら。またハイグラだよ。え、さあ資材がないので、さあペポは撃つしかない。さあしっかりキャラコンしてハイグラに戻って資材を取っていく。さあ現在残り4パーティー。さあしかしルナがやられてしまった。ハイグラにはザゴーがいるぞ。さあ上と下から一気に撃たれて、ペポの HP がなくなっていく。ここはタイヤを倒して無理やりでも順位上げてキルポも取っていく。キルポ5取った。さあ横に敵がいるが、ここはやられちまった。いい感じで生き残ってるよ。ダメージもあんま食らってない。資材も全然ある。しかもね、何がやばいってね、ジャンパーを1個温存してんのよ。これハイグラワンチャンあります。うわーハイグラ取り行くの。うわーハイグラ取った。さあルナペポハイグラ取って、うますぎ。さあ糸もたやすく1人目落としていく。
さあキルポも取っている。現在4キルルナ。さあ210ポイントになっちまった。さあ下ではマフィンたちが頑張っている。やべえ。さあリムルがやられて、マフィンたちがやられた。現在9位戻りアンチ。いやビクロイしたらマジでやばいよ。もう正直追いつけん。明日の6試合を持っても追いつけん。いや勝ちそうなんだけど。すごいこいつら勝っ、いやでかダメージ。デポがやられてしまうが、さあルナ生きている。さあ資材は残りゼロ。さあしていきます。これで順位が上がれば。やばい、ザコの HP がないぞ。うわー資材取った。さあ4位。しかもミストもフッマックスになった。さあ一度アンチ外に出て順位を上げます。強っ。え、いやうますぎこいつ。マジ